インシデントコマンドシステムは、米国で開発された、災害現場、事件現場などにおける、標準化された管理システムのこと。インシデントマネジメントシステムとも呼ばれる。命令系統や、管理手法が標準化されている点が特徴。1970年代に消防によって開発され、徐々に、他の行政機関などでの利用が拡大し、デファクトスタンダードになった。 2004年にアメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁によって制定された米国インシデントマネジメントシステムでは米国で発生するあらゆる緊急災害、緊急事態に X を適用することが定められている。X は災害、事件の種類を問わず日常の事件、事故からテロ事件、ハリケーン災害などの危機管理まであらゆる緊急事態対応で使用されている。 また、自主防災組織、地域防災、原子力防災、さらにコンサート、パレード、オリンピックのような非常時以外のイベントなどでも活用されている。米国では1970年代に多くの山火事が発生し、当時の現場指揮官が次のような多くの問題に直面した。そこで、1979年に合衆国消防庁、国立消防大学校、 US Fire Administration National Fire Academy FEMA 参加の教育研修機関が次のコンセプトの下で X を開発した。開発当初は山火事への対応用に設計されていた。しかし、それ以外にも、刑事事件、危険物事故、地震、台風、津波、流行性感染病、テロ災害まで、あらゆる種類の事態に活用できることから、 デファクトスタンダードとして全国に広がった。現在では、ニムズとして、すべての現場で使用されている。一般市民団体による、自主防災組織、通称サートをはじめ、医療施設、特定事業所、指定公共機関、指定行政機関などでも採用しているシステムなので、自助、共助、公助のすべてのレベルにおいて広く普及している、インシデントツールであると言える。 5つの基本機能として、指揮、実行、計画情報、広報支援、財務、総務が明確に定義され、必要な機能に必要な資源を、ケースバイケースで割り当てる。一人の監督者が管理できる人数を5人とする、監督限界を定め、普段とは異なる臨時の組織を現場に、ボトムアップ方式で立ち上げる。現場指揮官はいかなる場合でも、必要となるが、 それ以外の組織は必要に応じて後付けにする。例えば、最初は現場指揮官と二人の部下が災害現場に駆けつけて対応していたところ、増員が必要になって現場指揮官が増員を要求し、10人が到着したとする。この時点で現場指揮官一人の監督限界を超えるので、6人、バツ2班に分けなければならない。 そして、現場指揮官は二人の班長を監督下に置く。そうすることで、要員管理をスムーズにし、正確なコミュニケーションと、円滑な命令系統を確立することができる。組織の構築方法や名称、計画書の様式、通信方法などがすべて標準化され、関係者の間で共有されている。なお、米国では、あらゆる現場対応の意思決定者は、 現場指揮官である。上位組織は現場指揮官からの要請に応じて支援する。現場指揮官の権限の異常についても柔軟に対応するべくシステムに組み込まれている。一般的には現場指揮官は地域防災計画や各事業所などにおけるマニュアルで事前に定められている。しかし各現場で最も適任な人材にその権限を 速やかに異常すべきとされている。なお、権限の異常は原則としてフェースとフェースで行い、組織内外に周知される。X 組織図組織は5つの機能、指揮、実行、計画情報、広報支援、財務、総務ごとに編成する。機能は、それが担保されれば良いのであって、これらの機能を、一人の現場指揮官がべてを実施しても良いし、 必要に応じて独立した組織を編成しても良い。つまり必ずしも別々の組織を編成しなければならないということを意味していない。指揮部は現場指揮官と次の指揮部幕僚によって構成される。いかなる場合でも現場指揮官は必要となるが他の職は必要に応じて指名される。広報官は一般市民、関係者家族、 報道機関などの関係各機関へ情報配布を一元的に担当する。安全監督官は現場対応しているすべての職員の安全管理を担当し、現場の状況を常に監視し、職員が不必要な危険にさらされないよう監督し、現場指揮官に対し安全に関する助言を行う。唯一、例外的に指揮命令系統をバイパスする権限を持ち、 現場での作業中止命令などを宣言する権限を有する。障害官は現場対応に協力、支援している関係機関との連絡調整を一元的に担当し、各部隊、機関の能力最大限に発揮できるよう、また二度手間を防止するための調整を行う。大きな災害などの場合には、それぞれの職にアシスタントをつけることもできる。最初に、 現場に到着した部隊の指揮官が現場指揮官の役割を追い、後に到着した上級の指揮官への引き継ぎが済むまで担う。現場指揮は緊急事態の代償によって単独指揮の場合と合同指揮の場合がある。複数の関係機関が現場対応に参加する場合は指揮系統を一元化するため関係機関が指揮官を合同指揮部に送り合議形式で すべての意思決定をする。また、同時進行で複数の災害現場が、それぞれのインシデントコマンドシステムによって、統括されている場合や、大規模災害に、複数の指揮管理が割り当てられている場合は、地域、方面指揮を立ち上げ、地域、方面指揮官が単独指揮をするか、合同で指揮を取る。実行部組織指揮部以外の4つの部を一般幕僚と、言う。 実行部の任務は、計画を実行して、戦術的な目標を達成することである。実行部は、ボトムアップ方式で組織を編成する。すなわち、計画を実行するための人や者などの勢力は、まず現場指揮官の直接指揮のもとで行動する。勢力が、現場指揮官の監督限界を超えた時点で、地域隊長、または、班長、支部長、 部長が指名されていく。地区隊と藩は、階層的には、同じレベルだが、地区隊は地域ごとに編成し、藩は、機能別に編成する。各地区隊、藩には長を一人置く。地区隊を置くか、藩を置くか、地区隊、藩の両方を置くかは、現場指揮官が判断する。蓄隊、または、藩の数が、監督限界を超えた場合には、 それらを支部に編成する。支部も地域別、機能別、またはその両方によって編成する。勢力には次の3つの種類がある。勢力が任務の割り当てを得るまで待機する場所を待機所という。計画情報部の任務は情報収集、現状報告書の作成、評価、勢力の現状の把握、現場作業計画の作成、 任務解放計画の作成、その他関連書類の作成である。計画情報部長及び副部長を置くことができる。計画情報部は、航空、危険物、環境などの技術的専門家も組み入れ、様々な問題を予測し、将来的な計画を作成する。必要に応じて、次の4つの係に分かれる。広報支援部は、通信の確保、医療、食料補給。 手配、施設管理、輸送手段確保など、現場対応に必要な広報支援業務を行う。広報支援部長及び副部長を置くことができる。必要に応じて、次の二つの支部及び係りに分かれる。財務、総務部は、費用の把握及び調達に必要な契約を担当する。財務、総務部は、設置されない場合が多いが、設置されない場合は、当然。 現場指揮官がこの任務を担当する。財務、総務部長及び副部長を置くことができる。必要に応じて次の4つの係に分かれる。現場指揮所は現場指揮官が常駐し、すべての命令を発する場所である。計画情報部もこの中に設置される。場所は現場すぐ近くの状況がよく把握できる場所であることが唯一の条件で空き地、テント、 ビルの一室、車の中など、臨機応変に決定される。例えば、2001年9月11日の同時多発テロで、ペンタゴンへの航空機墜落の際には、ペンタゴンの近隣の空き地に巨大なテントを張って、ICP 都市、X のすべての機能が設置され、指揮が取られた。災害の代償に関わらず、設置される ICP の数は一つが原則である。なお、 ICP と、市や軍が設置する緊急運用センターとの関係が問題になることがある。米国の多数の市、軍、州がそれぞれ独自に意を所有しており、緊急事態が発生した場合には、役所職員、他の機関の連絡員、市長などが執務するが、原則としては、現場の指揮は取らず、市や州全体の広範囲にわたる、勢力配分や、 住民避難などの次のような支援業務に従事する。である。しかし、多くの場合、ICP と意図の調整が悪く、問題が生じている。集結場所は、勢力が集結するとともに、任務の割り当てがあるまで待機する場所である。5分以内に出動できる場所であることが条件である。複数設置される場合もある。組織上は、実行部に属する。 責任者は集結場所管理官という。基地は現場での支援業務が行われる場所である。広報支援部がこの中に置かれる。ICP と同じ場所に設置されることも多い。キャンプは関係者に対して宿泊や食料などを提供する場所である。現場からある程度離れた場所に設置される。地名が付けられる場合が多い。キャンプの勢力は 直ちに出動することを要しない点が、待機所の勢力とは異なる。なお、常にキャンプが設置されるとは限らない。ヘリコプターを駐機し、整備し、燃料を補給する場所。ヘリコプターが離着陸し、荷物を積み込み、降ろす場所。関係者の意思疎通を改善するため、組織名称などが次の通り標準化されている。なお、通信などの際には、必ず、 これらの組織名称、故障を使用し、コールサインのような一部のものしかわからない用語は使用してはならない。現場作業計画は口頭で伝えるにしろ、書面にするにしろ、必ず作成しなければならない。様式が統一されていないと混乱を招くので、X では統一された。IAP には、主として次の書類がある。 全てのものが共通に従わなければならないルールとして、次の事項が定められている。1993年以降、米国では、単一事業所、地方自治体、州、連邦政府の責任範囲を超えた大規模災害が数多く発生した。2001年9.11、アメリカ同時多発テロ事件を引き金に、2003年2月に、ブッシュ大統領が、 国土安全保障省発行の HSPD-5 に署名し、あらゆる組織で X を元とした、米国インシデントマネジメントシステムを採用する、要指令、通達が出された。この中で、米国の、あらゆる緊急事態で使用しなければならない最も、基本的な指揮、命令管理システムとして、X がその中核に位置づけられた。ニムズは、X に加えて、州政府、 連邦政府による支援プロセスなども定め、国家として緊急事態に対応するための最も基本的なマニュアルとなっている。また、X、複数機関間の調整法、広報などに関する総合的なアプローチ及び COP などの情報管理や資源管理の基本原則について規定したものであり、大規模災害や特定の緊急事態だけを対象とした、 対応計画や通信計画ではないと書かれており、あらゆるハザードに対して同じ方法でアプローチするためのマニュアルと位置づけられている。要求と支援の流れニムズは X をベースとし、現場と連邦政府との関係は次の通りとなる。そして、これらの支援に当たるために連邦政府の役割を明確化したものが緊急事態支援機能である。これは、 国家対応フレームワークに規定されているものであり、必要とされる支援の種類に応じて、どの省庁が何をするかについて、下記の15の機能ごとに定められている、日本の防災基本計画のような災害の種類ごとの区分ではない。このようなボトムアップ的な考え方は、緊急事態においては、時間が最も重要な経営資源であり、現場が、 意思決定することが最も合理的であるという考え方に立っている。また、災害の種類ごとに対応方法が違っていると、関係者が、それぞれの災害ごとの対応方法を個別に理解して、おかなくてはならず、現実問題としてその全てを理解することなど、不可能であるという考え方から、オールハザードアプローチをとり、 すべての災害において同じプロセスで対応するという手法をとっている。X と同様のイニシデントマネジメントシステムはオーストラリア、イギリスなどでも導入されている。米国とは異なり、全国的に導入されているわけではなく、主として消防組織の間で広がっており、組織名称なども少し異なっている。しかし、監督限界の設定やボトムアップによる、 組織編成などは、米国と同じである。X には、次のメリットがある。簡潔に言い換えれば、調整コストの最小化である。X は、すべての関係者が知識を共有しておかなければ、ならないので、米国では、数多くの研修機関が設置されている。FEMA などは、インターネット上で無料の研修コースも提供している。 次のような段階的な研修コースが用意されている。これらのコースを受けていることを昇進の条件にしたり、職種によっては必須の研修項目にしている政府機関が多い。日本ではまだ X に相当するシステムが導入されていない。導入のためには、まずシステムの標準化、そして関係者の教育などが必要となる。ありがとうございます。